2対1で勝利しました。まず今日の試合を振り返っていかがでしょうか。まあ勝てましたけど、まあ、ミスが多い試合だったなと思います。はい、その中で前半追加点 の船山選手の相手のミスを逃さないゴールシーンだったかと思います。振り返っていかがでしょう。まあそうですね、本当にまあ一言で言えばラッキーっていうゴールですけど、まあそこにプレッシャーへ行ったからこそのゴールだと思います。はい、ラッキーとはいえ今日の得点で3試合連続のゴールとなりました。自身のコンディション今どのように感じてますか。そうですね、まあいいですけど、まあ、しっかり修正する部分も多いので、もう来週に切り替えたいと思います。はい、苦しい中、後半押し込まれる中でも勝利で終えることができました。これで5連勝です。この5連勝できている要因、船山選手どのあたりに感じますか。まあ、今すごいチーム状態もいいので、まあ、誰が出ても、ね、同じプレーができるというのは今の強みである、あると思います。はい、その中でラリベイ選手と船山選手のコンビネーション、非常にいいものを感じるんですけれども、いかがでしょう。まあ、ラリベイも、ね、すごい俺に気を使ってやってくれるので、まあ、今すごいいい距離感で、ね、お互い意識しながらできているのがすごいいいかなと思います。はい、次はアウェー最後の名古屋戦になります。名古屋もまた強敵ですが。そうですね、まあ、強いですけど、しっかりこの勢いのまま叩きたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、どうも。